おはようございます。これから、ライブの時代だと思ってるので、ライブもちょっと増やしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。昨日ちょっと裏側チャンネルで初めて、やらせてもらったじゃないですか。すいません、急すぎますけどね、ちょっと申し訳ございませんね。なんかTikTok とか YouTube だったりとかインスタだったりとか、いろんなところで今試してみてるんですよね。ライブみたいなやつか、ライブですね。はい。で、なんでライブなのかっていうのかといったら、ライブの時代なのかといったら、それはね、もうネット社会で、いろんなものが筒抜けになっていく、スケルトン社会になっていく、もう素直で いられないと、やばい、なんか隠し事ばっかしていて、なんか、まあ、例えばやらせみたいな感じのことをしてたら、それがめくられてっていく、社会になっていくと。うん。で、ライブをやれる人が強い。それは、嘘ってつきにくいからね。うん。ライブとかこういう風に喋ることって、こういう風に喋るっていうか、これは見はライブじゃないですけど、ライブとかで喋ることって、もうなんか、なんとなく普段考えてることがわかるじゃないですか。で、嘘つく人って、そのオンとオフで、ね、違いとかがあるわけだから、だからめっちゃ、ライブって、ライブの時代になってくる、ライブというか、ライブの時代になってくるかなという風に思っているわけです。はい。で、今日はちょっとごめんなさい。そんな、お話の中で、昨日ね、大関慎吾さん、すいません。大関さんっていうのがちょっと今出てこなかった。ちょっと申し訳ないな、今の。大関さんが、とコラボさせてもらいました。で、そういうのを大関さんからもめっちゃ感じたというか、なんか、裏表がない感じがあったんですよ。で、大関さんもその、まあ、ライブを結構ずっとやってる感じなんですけど、でね、ごめんなさい。一言だけ言わせてもらうと、大関さんは、生き方がかっこいいなと思いました。それは一つだけ、言えることがあるとすれば、俺が今できてなくて大関さんがやっていることがある。で、これ昨日ゆうやとも言ったんですけど、ゆうやとも一緒に行ったんですけど、ゆうやもできてて俺ができていないことかな。それは、何か、じゃあ、ちょっと一つの物事じゃなく、ちょっと抽象的な感じの言い方をしますけど、エネルギーを、パワーを得て、それを自分でまず得てから、それを伝えていくというか、それを教えていくというか、それを波及させていくという、その気持ちがある。そこが俺はでかくて、大関さんとゆうやの、なんかね、似たようなものを感じた。てか、同じ感じを感じましたね。で、俺にはできていない。俺はまだ、そのパワーを溜め込んでいる途中だと。俺常に言ってますけど、自分のことがまず、しっかりできるような感じになって、自分がパワーを持たなければそれを、与えることができないと。何か与えるところから、自分のパワーを得ていくという、感じもあると思いますけど、そこよりもやはり自分をしっかりまず作っていかなければいけない。例えば、じゃあ、影響力であれば、影響力が自分がめちゃくちゃ持てることができるのであれば、それを、一緒にコラボ。例えば、俺よりも、下の方というかね、影響力が少ない方を引き上げてあげるような感じ。だから、そのね、影響力で言えば、大関さんが自分を引き上げてくれるような気持ちでやってくれてるんですよ。だから、俺もそういう風に行きたいと思ったの。で、ゆうやの場合とかは、そのビジネスでね、そういう風な感じで、うまくというか、自分から見ると完全に成功している感じがあるんですけど、ゆうやとしては全然成功してるなんて全く思ってないという感じなんですよ。で、そこでもなんか、自分のスポンサーをついてくれたりだとか、いろんな援助してくれたりしてるところです。いろんなっていうか、お金のところで言えばスポンサーだったりとか、あとはS プラスのことでも、今、リソースっていうか自分にリソースがないんですけど、ゆうやはいろんなリソースがあるわけだから、そこを、そこで言うと援助してくれてるみたいな感じが あるんですよ。なので、それはパワーがなければできないことじゃないですか。ゆうやも大関さんも、そこの部分でちょっと違うような感覚ではあります。違うようなジャンルが違うってのもおかしいな。でもありますけど、とにかくそのエネルギーを感じたんですよ。同じような。まず自分が、しっかり得てから、それを伝えていく。そういう風になりたいと思った。それがかっこいい生き方だと思ったんですよね。はい。大関さん
から昨日ね尾崎さんとコラボしに行ってね、させてもらいに行ってね、それを感じたから俺もやりたいと思った。俺影響力めっちゃ持ってやる。これ俺の中の目標だし、で金持ちになってやる。俺の中の目標だし、それをまず俺がやる。そしてそれを伝えていく。うん、頑張りますよ。それは言いたかっただけです。さよなら。